今日は朝やってるムーブメントとかストレッチを紹介していきたいと思います。今日は、秒数は正確じゃないですけど種目だけを取って紹介していきたいと思います。だいたい1種目1分から30秒を2セットっていうのを目安に僕はやっています。では行きます。はい、1種目は肩やここの体側の部分を伸ばすようなストレッチです。でまず始めは斜めに手を伸ばして、で手の側面をついてもらって、このまま体を後ろに引きます。でも全部こういうストレッチでは30分をから1分を1から2セットもらいます。で終わったら止めます。この時なるべく目線は手の方に向けるようにして、でそれが終わったら普通体の状態を持って目線は手の方向です。反対目です。その後に背骨の動きを出すステレッチです。少し僕は硬いですね。キックの時とか結構このフォームとか使うかなって思います。次はお尻のストレッチです。前に90度にしてもらって、後ろの足は伸ばす。手を横に、重心は前です。こういう感じです。できる人は、こっから手もつけてあげてください。そうすると、よりお尻が伸びます。で、反対も同じです。次はハーゼという動きを出していくやつです。同じく手を振っていきます。背骨と股関節の骨の方が伸びます。これも同じくキックの時とかにいろんな動作をこの胸の動きとか、この動きがすごい大事だと思うんで、この動き、柔軟性を出してあげるという感じです。という感じです。だいたいこれも10回を2セットとかその辺ぐらいを僕は目安にやってます。はい、次は回旋、胸の幅を広げる、その可動域を広げるようなトレーニングで僕は意識しておきます。次はまず伸ばしてもらって、次は胸を広げる。目線は手の方、この胸をリラックスしていただくので、次はストレッチポールを作る。またこれも胸のポーチの動きなんですけど、肩甲骨を下あたりにボールを混ぜて持ってます。これが終わったら
腰、背中の本当に真ん中の部分にボールを当てて伸ばす。結構ダイブするときとかセービングするときにここの動きが出てないときってあんまり飛べてないときなんで、トレーニングだけではなくこういうストレッチとかがパフォーマンスに僕は伝わってくると思ったので、結構重点的に行ってます。だけではなく、まあ、よく言われるのはこのももの外側とか、あと溝打ちとかお腹の下腹部に原因があることが多いんで、そこもこういうローラーとかで蒸してあげます。いつも朝やってるストレッチの一部を紹介させていただきました。で、まあこの後はいつも体幹だとか、あとは腹筋のトレーニングだとかに入ることが多いです。で、まあ見ての通りまだ動画を撮るのは不慣れですが、もっといい情報とかを届けたいと思ってるんで、ぜひコメント欄とかでもいろんな意見をお待ちしてます。ありがとうございました。